俺のことを好きにならない人間は邪魔なんだよ。どうもこんにちは、トムトラスカでございます。持ってるベルトを順番に紹介していきたいシリーズ、実は意外とやってなかったものが1個あったので最後に伝えてやらせてください。こちらです。でコンプリートセレクションモディフィケーションカイザギアでございます。まだ意外とやってなかった。もう箱が見て分かる通りこんだけでかいです。カイザっていうのはその仮面ライダーファイズに出てくる、まあ、いわゆる2号ライダーなんですよ。ファイズは3人仮面ライダーが出てきまして、ファイズ、カイザ、デルタ、そのうちの2人目のカイザですね。まあ、仮面ライダーファイズはですね、その劇中でベルトがすごい効果的に使われていて、もうベルトのが主人公って言われてるくらいで、その味方陣営敵陣営がこうベルト3本のその仮面ライダーのベルトを奪い合うっていう、そういうお話なんですよ。携帯電話モチーフなんですよ。まあ、携帯電話って特にそのガラケーが出始めたばっかりで、当時子供が憧れるアイテムナンバーワンだったんですよ。そんなもうベルトだったらもう売れるのは当然で、もうこのベルトバカ売れしたんですね。3本のベルトが出ていて、その3本全部買ってもらえる子供ってやっぱ全国的に少なかったんですよ。で僕が当時買ってもらった子供のおもちゃはこのカイザのベルトでした。まあ、パパがね、当時パピーがおねだりしたら間違えてファイズじゃなくてカイザを買ってきちゃったっていう、それだったんですけども、その結果的にカイザってやっぱそのファイザはみんな主人公が持ってるんですけれども、カイザってなるとちょっと所有率が下がるんですよ。なんで遊びに行くと大体被らなくて済んだっていう点では、まあ結果的にカイザで良かったかなって思えるようになりましたけれどもね。大人だったんでね、僕ね。そんなカイザをちょっと僕こうやって改めて大人用の仮面ライダーカイザのベルトをちょっと紹介させていただきたいなと思います。やっていきましょう。これですね、まあ、ここにスマートブレインって書いてありますね。これはそのベルトを作った会社の名前です。変身するってどうしても現実離れしたね設定じゃないですか。その設定を描くにあたってありえない変身っていうものを描くんだから、ベルトもすごいありえないような、もう超古代の力とか鏡に入るとかいう、もう振り切ったものもあれば、こういったなんかちょっと会社企業が作ったもう機械みたいなメカみたいな設定もあったりなんかして、僕はこっちの方が好きなんですよ。まあ、もちろんそのねクーガとかリュウキみたいなファンタジー的な設定も好きなんですけど、やっぱちょっとこうなんかどっかの大企業が作った装着する系の方がちょっとリアリティがあって好きだなと僕は思っていて、アタッシュケースに入ってるんですけど、そのアタッシュケースをこう再現した外箱でございます。結構リアルなんですよ、こうザラザラのこうね、もう外箱からして凝ってる。ちなみにこのお値段5万円でございます。高い、さすが大人用。さあというわけで、もう取り出すのすら一苦労なんですけども、これお前、これお前、こうですよ。僕はちゃんともう買ったばっかりの状態でちゃんと保管しておきます。中身はこんなになってます。もうぎっしりぎっしりですね。さすがにもう新品のにはもうしませんけれども、説明書、その劇中に入ってるユーザー図柄、そのままのデザインで説明書が入ってるって、ここまでちょっと徹底してくれるのが嬉しいですね。でまあベルトがいっぱいこう入っていて、これベルト本体ですね。これベルト本体で、これがその携帯電話ですね。こうあと武器とかもやっぱこれ全部入ってる。こんだけぎっしり入ってるもんですから、もう電池の消費量が半端ないんですよ。全部これ入ってたかな、電池液漏れしたから抜いてるものもあったと思うんですけど、ちょっと抜いてたらごめんなさい。さあちょっと順番にいきますね。もうね、こんだけのボリュームを僕動画10分、まあ行って15分以内に収めようと思ってるんで、もう結構駆け足できますよ。ファイズ系のライダーはこう見て分かるとおり、機械のベルトでこうガチャって変身するんで、このベルトを持ってる人間によって味方か敵か変わるんですよ、変身する人間によって。でこの仮面ライダーカイザっていうのが、こうある一定の要素を持ってない人間が使っちゃうと変身解除したら灰になって死んでしまうっていう、まあ、呪われたベルトって言われていてですね。でこのベルトを使って主にカイザに変身していたのが草加正人っていう青年なんですよ。僕がよく似てるって全く思ってない、僕は自分では佐藤健に似てると思ってるんで。その草加くんっていう人がこの主にカイザのベルトを使っていて、まあ、その草加くんが一見ものすごく爽やかで謙虚でもう好印象極まれない青年なんですけれども、ちょっともう一面もうペッて向いたらものすごいもう性格で、で僕の冒頭ちょっとモノマネしたあのセリフなんかがその草加くんを象徴するセリフって言われていて、もうすごい策略家で二面性があって、もうとにかくとことん人を利用するみたいな。で愛するものはとことん愛するんだよ、その愛するものを守るために戦うんだけれども、そのためにもう他の他人はもうどうでもいい、その人だけ守れればいい、そんな青年で影があってですね、もう到底ヒーローとは言えないんですが、そんな振り切ったもうなんだろう、正義側にいるんだけども性格的にはものすごく悪いやつみたいなのが人気でですね、未だにこうファイズからもう15年経ってますけど、15、6年経ってますけど、未だに草加くん人気で、毎年こう変身コード913日、なんで9月13日のこうカイザ祭りですね、草加正人役の村上康平さんがちゃんとイベント開いてるっていう、そんなキャラクターでございます。そのベルトこちらなんですよ。結構その色合いがもうダークでしょ。ファイズのベルトは結構その金属っぽいこうシルバーに赤なんですけど、こっちはもうこうグレーに黄色っていう、まあ見てはもうパッて見てからするとちょっともうね悪そうな色でしょ。でちなみに設定的なファイズよりも高出力なベルトって言われてますね。でこれが一番大事なフォーン、ね、
でこのベルト大人用なんで一部ダイキャスト製なんですけれども、このミッションメモリーがですねダイキャスト製なんですよ。金属製でございます。まあ、金属っていうものは男心くすぐるでしょ。この1枚でめちゃくちゃ重たいんですよ。何グラムぐらいあるかな、10グラムぐらいあるんじゃないかな。重量感溢れますね。でこれをこう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 して、はい、これ起動ですね。結構そのファイズのベルトの後に発売されたんですけど、大人用としていくつか進化してる点があって、ファイズのベルトよりもまず開くと、開いた時点で劇中と同じくこの起動音が鳴るっていう。ファイズのベルトはこう電源オンオフの時しか鳴らなかったんですけれども、まずこれがその変更点第一ですね。再現しやすい。携帯電話なんで電話がかかってくるんですよ。何っていう同じ切り心かもできて、でこれはそのここを押すとなんかかかってくるんですけど、ランダムですね。毎回着メロがあって「マリ!」っていうことができます。で俺ちょっとずっと子供の頃から思ってるのは、その草川くんさっき話した通りものすごいその性格悪いやつなんですよ。そんなやつがこの着メロ、こんな陽気な着メロ設定すんの。このベルトをもらった後にこう自分でこの着メロ設定したのかなって思ったら若干笑けますよね。あとは、まあ、3つ目なんですけれども、変身します。とりあえず最初に、あ、このベルト電池抜いちゃったんだ液漏れ防止のために。で、まあ、とりあえず変身しますわ。こうしてこうして、これがカイザーの変身なんですよ。ガガガかっこいい、こう、携帯電話で変身できるバカみたいな設定を見せ方によって変わりますよね。こう、ガチャガチャっていう、このメカニカルな感じで、こう、バーって変身できるんですけども。まあ、これ本当だったら、ここに電池入れてると、このサイドが光るんですよ。ちょっとごめんなさい、今ちょっと電池入れちゃって申し訳ないです。抜かりありましたね。ちょっと、次回はちゃんと入れておくようにします。こう、うわー、サイドが光ったってなるんですよ。本当はここが光るの。で、まあ、それはいいとして、こう、抜いて、変身解除します。ファイズのベルトには変身解除する音が入ってなかったんですよ。本当は入れて欲しかったのに。カイザーのベルトはちゃんと入ってるんですね。こうして今ので変身解除できました。で、まあ、草加くんはそのなんかカイザーに変身するんだったって必要な素質を持ってるんで、変身解除してもこう無事なんですけれども、例えば俺みたいなパンピーが変身したら一発でハエになっちゃうんですよ。それがこれランダムで、この変身解除後のハエになる音がランダムで流れるらしいです。もうこれ死亡ですね。もうこれ今死んじゃった。携帯電話とかの家電がモチーフなんですけれども、カイザーもその通りで、武器もそうなんですね。デジカメなんですよ、ね、あ、持ってよ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 ってっていう、こうデジカメを、電池入ってたかな、入ってませんね。まあこれはファイズと一緒でほとんど変わりません。これをこう、ここのところにこうはめ込むとこうなって、これを手にはめてこうデジカメパンチするっていう、そんな武器でございます。まあ音声ゲーム的にはファイズとほとんど変わらないんで、でこのデジカメモチーフの武器だったりとか、あとはこのキックするときに使うのが双眼鏡なんですよ。あ、すっげえ、あれ女湯じゃねっていうところ、これがその双眼鏡なんですけど、これをこう足にはめてキックするっていう、まあ、双眼鏡で必殺キックとかね。これ電池入ってたかな、入ってません、これ電池入ってませんね。だいたい抜いちゃったんですね。ギミックがあってですね、こうビャーってライトが光るんですけれども、ちゃんとしたおもちゃのレビューが聞きたい人はもうね、レッツチャンネルさんとか、ガッパの博物館とか行ってください。僕はもうちょっとこの作品を語る、好きなもので遊ぶっていう、そんな、はい、そんな仮面ライダーカイザーのベルトで一番の目玉がですね、こちらなんですよ。これだけその見てわかると、何の家電もモチーフじゃないです。これファイズのそのね、ファイズカイザーデルタの中で唯一家電モチーフじゃなくて、攻撃のためだけに作られたあのカイザーブレイガー、カイザーの武器なんですけれども、これ電池入ってる、入ってる、入ってました、さすが。でこうまずこう鉄砲なんですけど、これそうですね。でさらに目玉がですね、これなんですよ。ブレイドモードってあるんですね。でこれをこうここにこのメモリー、ミッションメモリーをここにこう
こんなに長くなるっていう。子供用のやつも当時発売されたんですが、もちろん僕持ってませんでしたし、子供用のものはもっと一回り小さくて、ブレードもこんなもんしかなかった。多分すごい短かった、安全面と考えて。まあ、これも大人用なんで、大人が干渉したり、大人が一人で部屋でこう振り回したりするようなんで、もう振り切ってこんな大きさでございます。まあ、もちろん撮影用よりはちっちゃいんですけれども、十分すぎる大きさ。こいつが入ってるせいでこの外箱はこんなでかかったんですね。やあじゃあってやるよ。で、これも本当はですね、ちょっとこれ電池入れてこようかな。本当はここに電源スイッチがあって、こうピッて入れるとビューって光って、こうライトセーバーっぽくなるんですよ。ちょっとマジ電池抜かなきゃよかった。ちょっとな、急遽今時間があって撮ろうと思ってるんで、ちょっと申し訳ない、撮って見てくれてる方々、電池入れとけって思ってる方は低評価をしてください。申し訳ないです。低評価をした数の人だけ電池入れといてほしかったなって思っておくようにします。嘘です、高評価をしててください。本当はこうビャービャーって、本当は光るんです。ごめんね、本当に。これはすごく連動していて、あのファイズのベルトの紹介動画見てくれた方とか、ファイズ好きな方でベルト持ってる人とか、もちろん当然知ってることがあるんですけれども、このベルトとこっちのその武器、まあこのそれぞれその武器と赤外線通信する機能がついていて、無線通信する機能がついていて、必殺技を出す時にこうビャーってビャーってこうエネルギーが流れてくるんですよ。そのギミックを再現可能なんですけれども、いっちゃいくよー。ほらで、こうして、ほらこれ、あの相手をこう縛ってるっていう、このそういう技なんですよ。これをこう、ほらでこう縛ってトリガーを引きます。だってはーって構えて、いやっていうのができるんですよ。俺よくこれ一人でね遊んでるんですけれども、だから電池入ってたんですね、きっと。双眼鏡からはこうカイザのこう、話の途中ですけども、こうやってこう変身してから放置しておくと、ランダムでこう死んじゃうっていうのも再現できてますね。で、この双眼鏡からはこうカイザのこうバツジがこうキックンとかに出てくるんで、そのバツジもこうビャーって出てきたりとかして、ちょっと電池入れときゃよかった、本当に。はい、仮面ライダーカイザ草加正人の紹介でした。草加くんはね、本当にね、いいやつなんですよ。やり方が間違ってるというか、性格に難があるだけで、守りたい人を守るっていう、すごく仲間思いなんですよ。マリちゃんっていうその女の子が好きで、そのマリちゃんっていうのは元子供の頃の流星塾っていう、その一緒に通ってた塾の仲間で、その流星塾の仲間非常に思ってるんです。草加くんは流星塾の仲間が何より大事だから、特にその中でマリちゃんが好きで、いや、その流星塾の仲間とマリちゃんを守るためだったら俺は戦うし、邪魔するやつは許さない。ファイズってすごく日常が描かれた、もう昼ドラみたいな作品なんですけれども、草加くんがある意味一番人間臭いんじゃないかな。主人公のタックンとかマリちゃんとかケイタルとか、まあ、人間なんですけれども、やっぱちょっとなんかドラマのキャラクターっていうことで、ちょっと難があったりとか、性格がちょっと難があったりとか、なんかそれおかしくないってことを平気で言ったりするんです。で、草加くんもそうなんですけれども、草加くんはね、その中であって一番こう戦う理由とか動機が明確で、誰を守りたいで、その自分なりの信念がしっかり一本あって、それにこう従ってこう戦い続けてるんで、一番なんかね、何こいつクソじゃんって思うんだけれども、理解はできるんですよ。あ、マリちゃんを守るためなのね、マリちゃんが好きなんだっていう。なんでだからこそここまで人気になったんだろうし、だからこそこういったグッズが発売されたりしたんだろうなって。で、僕もそのファイズの中でもタックンが好きなんですけども、草加くんも別に嫌いじゃなくて、だからその草加くんに似てるよねとか、草加マスドに見えるって言われるというのはちょっと嫌な気もしなかったよね。そうなんだっていう感じでしたね。だいぶ簡単でしたが、仮面ライダーカイザのエンジブルとカイザギアと草加くんのお話でした。ここからまたショットしたら、次は3本目のベルトデルタギアがここに届くんで、その前哨戦としてという意味もありました、仮面ライダーカイザの話。
まあ、そのカイドとデルタが終わったらちゃんと YouTube、YouTuber、まあ、ザ YouTube みたいな動画を上げられたらいいな。ネタがありませんので、こんなことしてほしい、あんなことしてほしい、こういった動画を作ってほしいね、お待ちしておりますので、 Twitter かこのコメント欄で教えてください。最近登録者が80人やっと超えまして、もうすぐ3桁いけそうね、100人超えて500人超えて、もう今日1000人ですから、とりあえずいけたらいいなと思っております。今後もまあ不定期になるし、毎日とはいかないと思うんですけれども、ちょいちょい動画を上げていくんで、応援お願いいたします。また見てね。スタースカート総選挙に向けてショールーム配信頑張ってるから、ぜひ見に来てくれよな。